こんばんは、鹿の間です。今週も1週間お疲れ様でした。今夜の動画はツイッターで話題のなんだかハッピーそうに見える幸福感メイクをビセ縛りでお送りしていきます。まあ、数年前ぐらいからね、幸福感メイクっていうのはちらほら出てたんですけど、今年すごく流行っている粘膜色だったり渋色カラーがトレンドということで、血色がよく見えてふんわりとしていて可愛らしい幸福感メイクなんですけど、とにかくキラキララメだったりね、気分が上がるものをたくさん詰め込みました。ビセさんのコスメすごく大好きで昔からよく使ってたんですけど、中でもねラメ感が可愛かったり、お気に入りの気分が上がるコスメを厳選しました。で、今回ですね、私がもうツイッターとかでもずっとね、もう欲しいでつぶやきまくってたアイテムがビセリシェプリズムヴィーナスアイズっていうんですけど、これが8月21日発売なんですよ。2020年 A 玉の最新アイシャドウなんですけど、カラバリがめちゃくちゃ豊富で、発色がねもう宝石みたいに可愛くて、しかもどの色も個性的なのに使いやすいっていうね、どこにもないアイシャドウばっかりで、今回は幸福感メイクにぴったりなアイシャドウの色味の組み合わせを見つけたので、そのメイク法もぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきたいと思います。本日もゆっくりしかのまでお過ごしください。それではベースから始めていきたいと思います。まず最初に使うのはトーンアッププライマーです。透明感アップさせるラベンダーカラーと毛穴までカバーしてくれるので、ふんわりとマシュマロのような肌になる下地です。今回は透明感を出してふっくらともちもち感のある肌に仕上げていきたいと思います。まあ、自分だけじゃなく相手から見てもね、幸福感があるようにもちもちっとした肌にしたいですね。肌が一気にトーンアップしましたね。小鼻部分のね、毛穴が気になるので小鼻部分にも塗っていきます。この下地はですね、テカリだったり化粧崩れを防いでくれるので、まあ、マスクするこの時期にももってこいのアイテムです。で、ちゃんとね SPF25 で PA2 プラス入ってるので、夏の時期もねこれ1本で紫外線対策をすることができます。今こちらのハンガーに塗ってるんですけど、めちゃくちゃトーンアップしましたね。でもやっぱ厚塗り感がないので、遠目から見るとね普通にすっぴんに見えますよね。続いてはヌーディーフィットリキッドを使っていきます。ファンデーションですね。潤いのあるテクスチャーなんですけど、ベタつかずに軽いフィット感がすごく特徴的で、サラサラなヌージー肌に仕上がりますね。それではまずハンガーに点置きしていきましょう。今回私が使ってるのはやや明るい自然な肌色です。潤いながらもね、サラサラな肌に仕上げてくれるので、まあ、マスクしないといけないこの時代でもね、不快感なく使うことができますね。今こちらのハンガーに塗ってる状態なんですけど、赤みだったりくすみがねすごくカバーされて、何もなかったかのような肌になりましたね。この高いカバー力なのに薄付き感っていうのが嬉しいポイントですよね。まあ、美容液成分が入ってるので、メイクしてる最中も潤い成分が働いてくれるので、乾燥肌の方でもね安心して使うことができますね。はい、ファンデーション全顔塗り終わったんですけど、いかがでしょうか。ツヤツヤ感出てませんか。で、今回ベースのテーマがねふっくらもちもち感ということで、しっかりと再現できてますね。続いてはコンシーリングベースを使っていきます。これコンシーリングベースって言って化粧下地なんですけど、色ムラだったりニキビとかクマをきれいにカバーしてくれるアイテムです。なんでね、コンシーラーいらずのベースメイクが仕上がるんですよ。すごいきれいに密着してくれるので、厚塗り感も全然なくていいですね。続いてはパーフェクトルースパウダーの1番を使っていきます。こちらはですね、ふんわりと毛穴レスなセミマット肌を叶えてくれるフェイスパウダーで、最近のお気に入りです。これはですね、クリアベールパウダーなので、透明感の高いセミマットな質感になります。さらにね、時間が経ってもサラサラしてくれるので、暑い時期に汗かいたりするときにすごく助かってますね。さらにこれ皮脂吸着パウダーなので、時間が経ってもサラサラなんですよ。なんでね、暑い夏汗かきの私はめちゃくちゃ助かっておりますね。今回のメイクはみずみずしさも大切なので、これくらいのツヤ感を残しておきましょうか。はい、こんな感じでベースメイク終わったんですけど、いかがでしょうか。ふんわりとしたもちもち肌になりましたかね。続いては眉毛に移りたいと思います。今回のアイブロウパウダーは BR3 番赤み系のお色味を使っていきます。今回も失敗しないように薄い色から使っていきたいと思います。今回は幸福メイクなので、なるべく薄く柔らかくて優しい眉毛を作っていきます。眉毛がね笑ってるように優しいアーチ状を作っていきます。今髪色をね若干ラベンダー寄りの黒にしているので、今回はこの色を選びました。で、続いては中間の色を取っていきます。で、中間の色を取って真ん中部分を描いていきます。そして眉尻は一番濃い色を使っていきます。このアイブロウがね、かなり特徴的なお色味なんですけど、色味が柔らかいのでね、優しい印象を与えるんですよね。
で薄い色をとって最後は眉頭に色を縦向きにのせていきます。より自然に見せるようにですね、まあ、この毛の流れに沿って描くことによってより自然な眉毛に仕上がるんですよ。そして一番薄い色をとって目の横の鼻筋部分に軽く影を入れておきます。鼻筋をね濃く描きすぎるとちょっと強めな印象になってしまうので、まあ、柔らかく見せるためにもね薄めの鼻筋を描いていきます。続いて眉毛が終わったらツヤ感を出していきたいと思います。今回はリップ&チーククリームの SP10 番を使って肌にツヤを与えていきたいと思います。これねリップ&チークなんですけど軽く塗るとねツヤ感出るの分かりますかね。このヌーディーに潤うツヤ感がすごく可愛くて眉毛の下と頬の一番高い部分に塗っていきましょう。ちょうど眉毛の下と頬の上部分はマスクで隠れないのでしっかりとここでねツヤ感を演出していきましょう。見てくださいこの光沢感めっちゃ綺麗じゃないですか、まあ、マスクしてる時もこの頬の上部分がツヤツヤしてるとねあすごい肌綺麗だなって思うじゃないですか。なんで私は最近マスクをしていても頬の一番上のハイライトは欠かさずするようにしています。続いてはフォギーオンチークスの820番を使っていきます。これね下をパカッと開けるとね筆までついてるんですよ。肌なじみのいいコーラル系のお色味をしております。幸福感メイクではチークがすごく重要です。幸福感のあるほっぺたはより自然でふんわり感を出せるかなので幸福感チークは丸くナチュラルにふんわり感を出していきましょう。筆に取ったチークを黒目の下部分に軽くのせていきましょう。このチークはね透けるようなクリアな血色感を与えてくれるので幸福感チークにもってこいのアイテムです。でこのフォギーオンチークス私何回かリピしてるんですけど筆がやっぱり描きやすいんですよね。チークって意外と難しいんですよ。濃く塗っちゃったりムラになりやすかったりするんですけどこのビセのチークはですね今軽くポポって塗っただけでもねムラなく綺麗に塗れてますよね。このチークの入れ方だとなんだか幸せそうなほっぺたになりましたよね。続いてはアイシャドウに移りたいと思います。アイシャドウはプリズムヴィーナスアイズの PK3 番を使っていきます。ビセ史上最高の輝きでビセのアイシャドウの中でもパールが最高水準らしいです。もうパッケージから色味といいめちゃくちゃ可愛くないですか。しかもさ他の色もいただいたんですけどもう今日さどの色使おうかめっちゃ迷ったぐらい全部可愛いじゃん。見てくださいこの配色もうねメイクの幅が広がる広がる。明るい紫とかオレンジとか赤とかねめちゃくちゃ発色いいしカラーメイクすごく楽しめそうだなと思います。またね別の動画でもまたこのアイシャドウいろいろ使っていきたいと思うんですけど幸福感メイクにはねブルーとピンクがもってこいだったので今回はこれを使っていきたいと思います。はい3色出してみたんですけど発色とラメの綺麗さですよね。まずはピンクのお色味を指で取っていきます。今回は縦グラデにしていきたいので眉毛ギリギリまで大幅に塗っていきます。この角度によってツヤめくラメ感がすごく綺麗じゃないですか。やっぱラメ感が強いとねキラキラして見えるので幸福感も増して見えるんですよ。なのでラメラメがしっかりと見えるようにね多めに塗っていきます。で残ったラメラメをねこの外側に向かってぼかしていきます。続いてはこのブルーを大きな筆で取っていきます。でこのブルーをね目頭から真ん中部分に塗っていきます。目尻重めに伸ばしていきます。で筆で塗った後はね指で横にぼかしましょう。このブルーが入ることによってみずみずしい目元に仕上がりますね。続いてはこのブラウンを使っていきます。でこのブラウンはですね一番まつ毛の生え際に塗っていきます。このブラウンを引くことによってね一気に大人っぽさが出るので目元が綺麗めな印象になりました。多分遠目から見たら分かりやすいとは思うんですけどブラウンをまつ毛の生え際に塗ることによって目が縦に大きくなりましたよね。で涙袋は血色感を出すようにピンクをつけていきます。でこの涙袋の真ん中に水色を塗ることによってぷっくり感を演出していきます。そうです目の錯覚なんですけど水色塗った真ん中部分が盛り上がってるように見えますよね。そしてブラウンを使ってまつ毛の生え際に塗って目を締めていきたいと思います。で今回優しい印象を与えたかったので若干垂れ目になるように目尻重めにブラウンを塗っていきましょう。はいこんな感じでアイシャドウ塗り終わりました。クリアな発色なので色を重ね合わせてもすごく可愛いですよね。特にピンクとブルーと茶色なんですけど縦グラデがすごく相性いいんですよ。続いてアイシャドウが終わったらアイラインに移りたいと思います。今回はカラーインパクトのリキッドアイライナー RD440 番を使っていきます。今回は血色がよく優しい印象を与えるためにバーガンディのお色味を使っていきます。で今回は優しく見えるようにあまり長すぎず跳ね上げるラインを引いていきます。
まあ、今回幸福感メイクなので猫っぽくて元気のあるアイラインを引いていきます。結構長くねシャープで引きつりすぎたアイラインを引くとかっこよく見えてしまうので程よく可愛らしさを残してラインを引いていきます。目頭もねバーガンディの色味で引くことによってより肌に馴染みやすいですしナチュラルな目頭に仕上がります。はい、アイライン引くとこんな感じですかね。続いてはマスカラに移りたいと思います。今回マスカラはブラウニッシュマスカラの BR300 番を使っていきます。それでは早速塗っていきたいと思います。こちらのマスカラは一度塗りでもしっかりと発色してくれるブラウンカラーで目元に抜け感を与えてくれます。ナチュラルなのに存在感のある印象的なまつげになりますよね。それでは下まつげにも塗っていきましょう。しかもねこれまつげをくるんとカールしてくれてキープしてくれるダブルカール成分が配合されてるみたいなんですよ。なのでね夏の時期はねキープ力あるまつげすごく嬉しいですよね。続いてアイメイクが終わったらリップに移りたいと思います。今回リップは2本使っていくんですけどめちゃくちゃ可愛いので気をつけてくださいね。まず一つ目がマイレッドルージュの5番でございます。とろけるようにフィットしてみずみずしいツヤ感を与えてくれるリップでございます。今年の流行りでもある粘膜色カラーはですね肌なじみがすごく良くて透明感のある自然な発色で肌に血色感をプラスしてくれます。まずはこれをベースとして全体的に塗っていきましょう。まあ、軽く一塗りしたんですけど、うるツヤ感やばくないですか？一塗りでこんなプルプルになるんですよ。この色味だとね、他のメイクを邪魔しないですし、洋服もすごく合わせやすいので、夏の時期はね、色物の洋服を着たいじゃないですか。なのでね、粘膜色を使う口服メイク絶対に合うと思うんですよ。で、これ一本でも可愛いんですけど、もう一色使っていきたいと思います。もう一色はクリスタルデュオのリップスティックシア RD466 番でございます。見てください、このパールとシアカラーの2色めちゃくちゃ可愛くないですか？勝手に宝石リップって呼んじゃってるんですけど、これ持ってるだけですごく気分上がりますし、軽く塗るだけでもね、ツヤツヤになるんですよ。キラキラとハッピーってつながってると思うんですよ。なのでね、幸福感メイクにはたくさんラメを使っていきたいです。それでは上からラメ感を追加していきたいと思います。色が2色になってるのでグラデっぽい唇に仕上がります。やばい、これめっちゃテンション上がるんですけど唇めちゃくちゃプルプルなりましたね。上から塗った色がくすみ系なんですけど今年のトレンドが渋色カラーなんですよ。なので旬のお顔にもなりましたかね。やっぱキラキラのラメを入れることによって口元に特別感が出て幸福感も上がりますね。やっぱりねリップが可愛いと口角が上がってねさらにハッピーになるので幸福感メイクするだけでもねすごく気持ちがハッピーになります。それではメイクが終わったので髪の毛を整えていきたいと思います。はい、こんな感じで指せ縛りのなんだかハッピーそうに見える幸福感メイクやってきたんですけれどもいかがでしたでしょうか。まあ、粘膜色コーラル系のお色味を使ったりラメ多めのメイクだったんですけどブルーのアイメイクも使ってるのでみずみずしくね血色の綺麗な肌になりましたね。ベースメイクのね柔らかくてふんわりとした印象も残せたのでとても今回のメイクに満足しております。今回紹介した幸福感メイクはですねしてるだけでも気分が上がってくるのでぜひ気分が上げたい時にね参考にしていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画で会いましょう。バイバイ。